ジェイコブ・キリン・フォックスは、アメリカ合衆国、インディアナ州、ビーチグローブ出身のプロ野球選手、ウト右ミギ2003年の MLB ドラフトで、シカゴ・カブスから3巡目指名され、6月29日に契約。2007年7月19日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦でメジャーデビュー。7試合に出場し、14打数にあんだ、打率。 143.0本類が1打点をマーク。放ったアンダのべてが2塁打だった。2009年は参加のトリプル a 級アイオワカブスで45試合に出場し、打率409.17本類が53打点という驚異的な記録を残し、2年ぶりにメジャー昇格。昇格後はカブスの準レギュラーとして活躍した。 2009年12月3日に、マット・スペンサー、ロニー・モーラ、ジェフ・グレートのトレードで、アーロン・マイルズと共にオークランド・アスレチックスへ移籍。2010年6月22日に、ロス・ウルフとのトレードで、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。2011年11月2日に、FA となった。2011年11月22日、ピッツバーグ・パイレーツと1年52万ドルの、 マイナー契約で合意した。2012年6月26日に解雇された。2012年7月にアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約を結んだ。2012年8月4日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。オフの11月3日に FA となった。2013年3月6日にサマセットペートリオッツへ復帰した。 2013年8月11日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。オフの11月5日に FA となった。2014年2月7日にメキシカンリーグのラグナカウボーイズと契約を結んだ。2014年6月12日にフィリーズとマイナー契約を結び AQ レディングファイティングフィルズでプレーした。9月14日に自由契約となった。 2014年12月13日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2015年は参加の AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで29試合に出場したがシーズン途中の5月14日に退団した。2015年5月16日、不審により退団したナイジャー・モーガンの代役として韓国プロ野球のハンファイーグルスと契約を結んだが同年限りで退団した。 ポジションは外野手で他に一類手としてのプレー経験がある。プロ入りの時点では保守だったが、現在は主に外野を守っている。2015年、ハンファで保守として出場したこともある。右打者だが、左投手をあまり得意としていない。ありがとうございます。